リクシル札幌工場は全国に4拠点あるユニットバス製造工場の一つで、主に北海道エリアを担当しています。まずはじめにユニットバスの壁を構成している鋼板パネルの製造工程をご紹介いたします。ご注文に合わせて指示された加工情報をもとに1枚1枚正確な加工を行います。そして最終工程では、認定を受けた検査員が目と手で丁寧に検査を行います。浴槽の加工工程です。浴槽はお客様の要望に合わせて、取っ手の取り付けや追い焚きや排水栓の穴を開けています。さまざまな組み合わせの加工を間違いなく行うために、画像と音声による指示を行い、さらに工具置き場にセンサーを設け、工具の取り間違いを防いでいます。ユニットバスの床となる防水板の加工工程です。お客様からご指定いただいた浴室入り口のドア部分のカットを行っています。この加工も間違いを防止するために、 QR コードの情報をもとに加工しています。ユニットバスは約150点の部品で構成され、組み合わせは1億通りを超えます。この膨大な組み合わせの部品を間違いなく集めるために、リクシルではランプピッキングという集荷方式を採用しています。ランプで示された部品を取り出し、 QR コードでチェックすることで間違いのない集荷を実現しています。戸建てや集合アパート、ホテルなど、それぞれの現場の特性に合わせた梱包形式とし、輸送効率も考慮した積み込みを行い、お客様のもとへお届けしています。札幌工場では、ユニットバスのほかにゼロエネルギーハウス、ゼッチ住宅向けのパネル製作も行っています。ゼッチ住宅の中でも最も断熱性の高いパネルで、暖房にかかるエネルギーを極小化します。さらに札幌工場では、大型商業施設やビル、ホテルなどのサッシも製造しています。リクシル札幌工場をよろしくお願いいたします。